新若戸道路は、福岡県北九州市若松区を起点と指導し、戸畑区に至る延長 4.5km の地域港、規格道路である。北九州市道安瀬戸畑1号線であり、一般有料道路、若戸トンネルとして、北九州市道路公社が、若松区北浜1丁目戸畑区新池3丁目の 2.3km を管理する、有料道路の名称でもあった。 ETC は北九州高速道路への乗り継ぎの場合のみ利用可能であった。第一期区間と第二期区間に分かれ、若戸、トンネルを含む第一期区間が2012年9月15日に開通した。第一期区間の全体事業費は1000億円であり、その内訳は国の港湾事業750億円、北九州市の街路事業210億円、 北九州市道路公社の有料道路事業40億円である。北九州市は当初2017年度の無料化方針を示していたが、若戸大橋と合わせて2018年末までに無料化する予定を2014年に発表。2018年5月24日、北九州市は若戸大橋と若戸トンネルを2018年12月1日、従前より北九州市中心部と 若松区中心部を結ぶ唯一の道路であった若戸大橋が若松区北部の開発等による交通量の増大で朝夕に慢性的に渋滞するようになりその抜本的解決策として本道路の建設が計画されたまた若戸大橋が災害等で不通になった場合の迂回路確保のためトンネルとされた延長2 1トル道路規格は第2種 第2級4車線設計速度時速6 0トルである。同海湾を横断する区間は7 7 6メートルのトンネルで、この内海底部分5 5 7メートルは人米トンネルとなっている。同海湾横断部分の建設は、国土交通省九州地方整備局北九州、公安、空港整備事務所、戸端側の道路部分の建設は、北九州市、 トンネル設備、舗装、料金所等の工事は、北九州市道路公社が行った。なお、戸端側には若戸トンネルに接続して、第4種第1級の街路が、同時に強用された。トンネル部分の名称については、公募により、若戸トンネルに決定した。若戸、トンネルを含む新若戸道路は、2012年9月15日に、開通した。 通行料金は若戸大橋と同額に設定された。若戸トンネル料金所から東北九州高速2号線に接続しているランプウェイは若戸大橋から来ている若戸池入口のランプウェイに交流する地点までが本道路に所属している。AB 北九州市が若戸大橋無料化を前倒しトンネルも18年末までに西日本新聞経済電子版 http://qbiz.jp:/article/50764/12018 <ッ>年5月24日閲覧。ab 若戸大橋12月から無料化。北九州市方針。西日本新聞経済電子版。 https www.nishinippon.co.jp スラッシュ np スラッシュナショナルスラッシュアーティクルスラッシュ419023スラッシュ2018年5月31日閲覧 AB 北九州市道路公社若戸トンネル2011年8月若戸トンネル今週開通西日本新聞 http://www.nishinipon.co.jp/.nnp/.item/.2903502012 p, p, p 年3月12日閲覧。国土交通省九州地方整備局北九州、港湾、空港整備事務所2011年7月8日新和歌、土道路のトンネル名称の決定について、 海底トンネルで結ぶ、新和角道路、9月15日開通。読売新聞、http 九州、読売 COJP、ニュース、ナショナル、2012万607オス 1T00236、HTM2012 年6月7日閲覧。北九州市道旅行者、和角トンネルの日ページ平面図の色分け注釈及び、5から5断面図。北九州港、 ニュースナンバー66万2002年5月新和歌土道路12年度完成方針を正式表明北九州2009.0709不毎日新聞新和歌土道路が貫通全長1.2キロの海底トンネル読売新聞2010年8月22日2010年8月31日時点のオリジナルよりアーカイブ 2011年6月25日閲覧。北浜出入口。マピオン電話帳、2015年4月13日閲覧。川城出入口。マピオン電話帳、2015年4月13日閲覧。公共事業評価庁所指導。川城中原あずま線整備事業。北九州市。2015年4月13日閲覧。ありがとうございます。